皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。よろしくお願いします。昨日に引き続きましてですね、本日も、最強天然をやっていく案件じゃないからね。昨日も言ったけど案件じゃないからね、これ。はい、このゲーム正直どんなゲームなのっていうのはぶっちゃけ未だによくわからん。あ、そうだ、タイトルでも入れてるかもしんないけども、今のぎこちゃんのカメレオンサーバー25、ぎこちゃんのそのサーバーなんだけども、そこでは戦力が1位になったんですよ。無事に1位になりました。他のサーバーはわからんからさ、見ることもできないからさ、なんとも言えないんだけど、まあ、とりあえずこのサーバーではできたと。これから始める人、もしよかったらね、カメレオンサーバーの25。カモンカモン。はい。まあ、1位になって結構ね、ズバ抜けて1位になってるんだけども、それぐらい進んでるってことなんだけど、それでもよくわからん。それでもよくわからんけど、分かった部分だけね、皆さんに共有していこうかなと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。はい、まず見ていただいている画面なんですけども、メインはこれね。メインはこれ、何のこっちゃじゃん。何この上のスゴロクみたいなやつって。まあ、スゴロクみたいなもんだよね。これね、放置要素ですね。基本簡単に言うと、ここは放置すると下の自分のデンデムシが勝手に右に移動していって、で、全てのマップを探索するんですよ。で、全てが終わったら、まあ、帰ってくるよ。それだけ。まあ、これは放置要素です。はい。探索してると、こういった物資を発見して、いろんなものをゲットしてくれると。なので、時間のない方は、ここら辺で適当に、回しとけばいいんじゃないかなと。物資が手に入るんでね。で、その中で、いろんな情報を獲得していって、で、ボスに挑戦できるみたいな。今回はまだ戦ったことないんだけども、安倍の生命が出てきてるね。多分今回のこのヤマトっていうステージなんだけど、ステージ2なんだけどね、まだね、の多分ボスなんだろうな。なんだこいつ、何こいつら、わ、式神だねこれ多分。え、いすぎじゃない、こんないっぱいいんの、いすぎやば。玄武じゃない、玄武どれ、玄武とかいないの、あ、玄武出た、いすぎだよ。え、ちょっと待って、待って、こんなにいっぱいいんの。これ全部ね、弟子から倒していくんだけど、まあ、キコちゃんそれなりに強くなったはずなんだけど、戦闘画面は下でございます。でかくない、敵、え、勝てなくないこれ、勝てる俺、デンデムシ勝てる、あ、結構削れんな、あ、結構削れんな、はいはい、あ、いいじゃんいいじゃん、余裕余裕、よっちゃんなの、いって、まあ、でも回復するからね。ああ、倒した倒した倒した、敵強えな。なんで死んだ後もドーンってやっていくんだよ、バグだろそれもはや。さあ2 敵でかすぎじゃない、ちょっとこれで炎を吐いて、まあ飛ばすこともできるんだよね、この右上のボタンポチッと押してあげると飛ばすこともできる。まあ余裕だねこれは。いや、ただこのさ、部下でこんなにダメージ食らってるようだと多分安倍の生命倒せねえなこれ。でけえ、整理強え、ちょっとずつ強くなるから、多分これたどり着けない可能性もあるね、ワンチャン。あ、今度だけはワンチャンか。やばいねこれ、こんな強えんだここ。結構余裕があるかなと思ったんだけど、ちなみに戦力は今のところ17万かな。総戦力は17万ですね。17万でこんな感じ、結構きつい。これ何ごめんなかな、これ書類は倒せるか、倒せた倒せた、天一ってなんだ、ラーメンか、やばい、これ多いな、ちょっとごめんね、長くなっちゃって。ちょっと挑戦させて、挑戦する分には別にスタミナとかないから無限に挑戦できるんですよこのゲーム。まあ余裕ならこの辺は、あと5とか多いな、多いなこれ。せっかくゲームの説明したのに急にボス戦になっちゃってごめんよ。さあ、あと3匹の部下を倒してボスに挑戦だ。こんな多いのは初めてだね正直。まあまあいけるでしょ、なんかいけそうな気がしてきた。白虎強そう、おわっ、強い、半分近く持ってかれた、まずい。最後これ何、スザクではないんだ、おい、ボスまでたどり着きましたね。安倍の生命倒せるかな、俺も式神すんの、デンデン虫を。じゃあ行ってみよう。
倒せるか、これはスキップできないんで、ボス戦は頼む。まずは火吐いて、あ、ちょっと削れたね。で回復なぜかする。あ、やばい。あ、でもいけるかも、ちゃんと回復すれば。強いな、マジ。あ、でもギリギリ、いや、あ、ギリギリ勝った。マジでギリギリ、やば、バカギリギリじゃん俺。無事に倒しましたね。はい、じゃあ戻りますか。まあいいや、これは戻ろう。さあ戻りますと。まあこんな感じでステージをクリアしていく感じですよ。まあ基本はね、ベースはここ、ベースはここにあり、でその他、その他で何をしていくかなんだけど、まあ育成ゲーだよね。放置ゲーと育成ゲーとミニゲーム、この3つはくっついてる感じのゲーム、謎のゲーム。はい、放置すればするほどこの真ん中の池のとこをタップしてあげると資源が手に入るよと。資源を手に入れたら何をするかっていうと、この池のちょっと上にさ、アンモナイトのかけらみたいなのが書いてある看板あるじゃん。ここをタップしてあげると、その自分の生産の施設を育てることができる。うん、これをレベル上げれば上げるほど効率よく生産してくれるって感じだね。うん、で左下の、ストーンヘッジみたいなやつ、これタップすると、ここはね、なんて言ったらいいんだろう、これ召喚できるんだよ。なんかね、いろんな願い事を叶えてくれる、あのドラゴンボールじゃなくてドラゴン玉っていうね、この玉があるんですけど、これをこうなんて言うんだろう、この献上してあげることに、お供え物として献上することによって、シェンロンっていうね、あのドラゴン出てくるので、それに願い事を言って、いろいろとね、物資をもらったり、自分を強くしたりすることができる。装備品もらったりとか。で、いっぱいドラゴンボール、ドラゴンボールじゃない、ドラゴン玉を献上すればするほど、すごく素晴らしい本物のシェンロンとかも出てきたりするから、赤いシェンロンが出てくるんだよ。白のシェンロンは結構いいものをくれる。はい、なので何個もね、このドラゴン玉を天井を立て祀るのが一番効率がいいかなというところだね。はい、あとは何を説明する。あとはそうだね、先ほどの放置要素のあったこのヤマトだったりとか、放置ステージあるじゃないですか。ここをちゃんと探索していくことによって 100% までやるとかな、まあ、途中で出てくると思うんだけど、こういったゲストが出てくるんだよね。これはドラえもんならずドラベーっていうんだけど、仲間になってくると。うん、北斗戦、あれ、これ北斗の剣をパクってる、少しドラえもんと北斗の剣パクってんだ。はい、まあ、こんな感じでイベントをクリアすることによって、なんて言ったんだろうな、この要素は動物の森が正しいかもしれない。いろんな住人が自分のこの町に来てくれて、一回来たら多分ね、永住してくれるんだけど、いろんな機能を開放してくれるって感じかな。これだったらどこなんだ、左かな、として、違うな、どこなんだ、あ、なんだこれ、この工場、なんかこのアイテムがあると開放できるんだ。なるほどね。まあそうやって施設を開放したり、人を育てたり、まあそこら辺をやっていくって感じですよね。すごい難しいゲームだな、意外とこれ。バトルステータス B ってなんだ、ああそうだ、いつでも切り替えることできるよってやつだ。はいはいはい、まあ、そんな感じだね。うん、であとは手に入れたアイテムもどんどん使っていく、しっかり。はい、よいしょ。で最初はさっきの放置要素の部分で加速するアイテムっていうのが手に入るんだけども、やっぱなくなってくるとね、マジで放置するしかない。これはガチモンですね。うん、ガチ放置しかない。だから結構大変よ。時間はかかるかなって思う、このゲームは。うん、なくなった後はね。そう簡単に買うこともできないしね、なんなら。うん。本当に大変。だから最初はそれこそ、課金でブーストかけられるんだけども、まあ、キクちゃん多分10万ぐらい課金したかな。多分10万ぐらい課金して、見たんだけど、まだまだだね。まだまだ。だって何せだよ、何せギコちゃんも、ギコちゃんですらまだステージ1すらクリアしてないんだからね。まあ
ボスがね、柱が8人ぐらいいるんで、確かこのゲーム柱衆みたいなのいるんだよ。その一人目すら倒せてないから、まだまだ先は長いし、作り込みはえぐい。このゲーム案件じゃないからね、このゲーム、もう一回言うね、案件じゃないからね。こんな言ってるけど面白くてやってるだけで、案件じゃないからね。うん、頼むよ本当にそこ。はい、まあいろんな要素、マジでいろんな要素がありすぎて意味がわからんぐらい作り込まれてる、はっきり言って。なのでリコちゃんもまだまだわからないことがある。うん、さっきもチャット欄にあったと思うんだけども、いきなりガチャするための機械が盗まれたりするんだよ、このゲーム。盗まれた時はこのゲーム再起動してあげるとガチャ戻ってくるし、戻ってくるとガチャチケットももらえるし、だからガチャのマシンがなくなった時は再起動してみてください。うん、なので、まあ、そんな感じかな、今共有できるのはそんな感じかな。うん、逆にギコちゃんに共有したいなってことがあれば、ぜひともね、コメント欄で教えてくださると嬉しいございます。はい、まあ、とにかく目的は、もう最終目的は、まあ、このゲームをクリアすることっていうのは当然なんだけど、まあ、基本的に戦力を上げる、そして敵を倒す、それだね。うん、で放置要素の部分で頑張るしかない。うん、さっきも言ったけど加速器がなくなったらあとはもう放置するしかないから、ああゆっくりやっていきましょう、そこら辺は。はい、そんな感じで結構戦力上がったね。17万3000ぐらいか約。はい、まあ様々なことがあるんでね、皆さん画面でまだタップしてない部分あったら、例えばだけども、あ、なんか来てるの、なんか手紙来てる、またお前かよ、またお前か。虫がいたりカメレオンがいたり、え、カメレオンじゃない、トカゲがいたりするんで。ちなみにどこだったかな、ここか、ここのシーンで、課金シーンでトカゲがバッて動いてたりするんだよ、画面のどこかで。トカゲタップしてあげると、だいたい白卵10個ぐらいかな、15個ぐらいかな、手に入るんで、逃げるまでタップ してみてくださいっていうような小ネタがいっぱいあるんで、いろいろ楽しめると思いますんで、でなんかね、個人情報は抜かれるって言ってますけどね、まあそんなに個人情報価値ないかなと思うんで、ビコちゃんは全然問題なく、はい、なんならこの映像ってチンチン出してるぐらいなんで、チンポ出すよりかは個人情報の方がまだマシかなと思ってるんで、はい、ギコちゃんは楽しんでやっておりますし、はたまたゲストっていうものでこのゲームをプレイすることができるので、ツイッターとかを連携させてしまうと、その情報だったりとか全て抜かれてしまうんだけども、まあ、ゲストでやる分にはそういった部分はないので、もし不安ならゲストでやってみたらいかがかなと思います。はい、というわけで今日のでんでんの動画は以上となります。この動画出してほしいとかあれば、分かる範囲で明日動画出しますので、それもコメント欄に希望を書いてくださると嬉しいございます。というわけで、じゃあね。